7月4日、北桜塚にある生活情報センター暮らし館で、島熊山の竹を使った七夕飾り作りが行われました。これは自然環境の保全・再生活動を行う島熊山の雑木林を守る会が、伐採した竹を有効活用し、子どもたちに地域の身近な自然に親しんでもらおうと毎年開催しているものです。この日は地域の子どもたちやその保護者など15人が参加。島熊山の雑木林を守る会の会員の指導で七夕飾り作りに挑戦しました。工作を行う子どもたちの表情は真剣そのもの。夢中になって星や編み飾りなどを作りました。このあと短冊に漢字がうまく書けますようにやじいじが元気になりますようになどの願い事を書き、笹に結びつけていきました。子どもたちは童謡七夕様を口ずさみながら色鮮やかな七夕飾りを作りました。願い事には何を書きましたか？投げるの強くなるように。普段はそんなに七夕飾りとか作らないけど、今日は作ってみて楽しかった。